超最新アズーリ高波アズネット高波始まりまーす。アーズネットアーズネット夢のアズネット高波始まりまーす。戻ってこい。間違えました。ここですね。ここで合ってるから。間違えた。すいません。いやだいぶね、ちょっとオープニングガチャついてしまいましたけど、はいはい、いきなり噛んでましたからね。はい。さあそれではアズネット高波、はい、スタートいたします。本日 MC を担当します鳥越アズーリ FM スタッフの、鈴木亮平と申します。よろしくお願いします。お願いします。そしてサブ MC を担当します岡本優希です。よろしくお願いします。さあということでアズネット高波ということで、はい、前回僕この高波ご紹介させていただいたんですけど、はい、岡本くんは初めてかな。めちゃくちゃ初めてですね。何も聞いてません。頑張ります。ではね、まあいろいろこう説明するにあたってまず最初に、はい、言わなくちゃいけないことがあるのでそれをちょっと説明からお願いいたします。はい、こちらの局ではですね、はい、コロナ対策をバッチリ行っております。まず出演者とスタッフの検温をバッチリ行ってます。そして50分に1回換気を行っています。番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています。そしてスタジオ内ですね、あとトレイルフレッシュという機械でオゾンが発生しておりますので空気もバッチリ綺麗な状態で放送しております。はい。そしてアズーリにはですねスタジオに窓がありまして緊急車両のサイレンや台東区の緊急放送が入ることがあるんですけどご了承ください。はい、ありがとうございます。そうね、結構パトカーとか通るんで救急車通るんで音は入ってしまうんですけど、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてそしてツイッターも、はいはい、こちらの局ではですねツイッターこちらアットアズパン FM の方にですねコメントを送ってくださるとスタッフがスタジオ内に随時コメントを持ってきてくださいますのでどしどし応募してます。よろしくお願いします。皆様の中のコメントお待ちしております。それかな。さあということでやることは終わったんで、はい、そもそもね、はい、まずこのアズネット高波っていうのは何なのかと知ってますか。ちょっとわからないですね。何なんでしょうかこれは。まあこう某有名な通販サイトあるじゃないですか。はい、はい、それしか出てこないです。それしか出てこないですね、はい、逆に僕はなんていうんですかもう原型を忘れてしまったんだけど、はい、むしろこれがむしろ本物むしろこれが本物っていう認識なんですけど、はい、そうアズネット高波というのはですね、はい、鳥越アズーリ FM の社長である高橋秀樹がですね、はい、代表でして、あの高橋秀樹が、おちょっとマーサとは関係がないんですけど、はい、ただ同姓同名という、同姓同名なんですか、はい、なるほどなるほど。高橋秀樹の名字がですね高橋ですので、はいはい、その3文字をいただきまして、はいはい、高波でちょっと止めさせていただいているという状態でございます。高だけ一緒なんですね。高だけそうですね、はいはいはい、高だけ一緒でちょっと高波という形でアズーリで販売しているグッズを紹介する番組となっております。はい、そりゃさぞかしいい商品を揃ってるんでしょうね。そりゃもちろん任せてください。あらあら、見ていきましょうか。あれこれあれこれ超最新のグッズを今回取り揃えておりますので、はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。そしてですねちょこちょこ皆さんもう目にはつくというか入ってると思うんですけど、はい、このだっこちゃんキャラクター、はい、キャラクター、はいはい、一体何なのかと。これ何ですかこれ。これ何なのかと。鈴木さんのペットかなこれ。いや全然全然。俺も正直分かってはない。分かってないですね。なるほどなるほど。いや本当は分かってるんだけど。分かってる。このアズパンというキャラクターでして、鳥越アズーリ FM のマスコットキャラクターでもあります。はいはいはい。このアズパンはですね、スタジオからですね、ちょうど鳥越神社が目の前に見えまして、はい、それの行司さん行者さん行まあ、知らないことはあんま言わんでいいですよ。多分言わん方がいいですよ。その、格好を着た、まあ、パンダ、はいはいはい、ちゃんくんになりますので、性別は分かんないですね。性別は一応不明ということで皆様のご想像にお任せをそうしましょう、はい、
ちょっとだけ代表にも似てますので、何かしらかかってるのではないかなと思ってはおります。尖ってるんですよねこのパンダ。実はですね、はい、眉見てもらっていいですかこれ、はい、片方だけ、片方はこうなんですけど片方曲がってるんですよねこれ。あ、本当だね。気づいてましたこれ。全然気づかなかった。ずっとこういう状態でやってるってことないよ。えぐないですか。さすがやなと思って。いや、尖ってるね。尖ってますね、これは。尖ってるね、完全に尖ってますね。まあそんなアズパンくんいっぱいの中で放送をお届けしようと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。でちょっと一旦アズパンくんここに置いちゃいます、はい、そして我々コロナ対策バッチリのこのスタジオでですね、はいはい、ずっとマスクをしてるんですけど、はいはい、こちらもグッズの一部でして後ほどちょっと紹介していこうかなと思いますので、はい、今一旦つけてたんですけど、はい、こちら外させていただきます。外します。はい、さあ、はい、こんな顔してたんですよ実はね、はいはい、コロナ対策でマスクずっとしてたんでね、はい、その演者さんと関わる時も僕らはずっとマスクの下見せたことがなかったんですよ、はいはいはい、だからびっくりされる方多いんじゃないですかね。そりゃもうびっくりしてますよ。意外とこんな顔だったんだ。いや、どっちの意味なんですかね。まあいい意味でプラマイどっちなんですかね。さあそしたらですね、はい、まずはちょっとお知らせから行きたいと思います。そうですね、ビッグニュースですねこれは。ビッグニュースがあるんですよ、はい、実はそうなんですよね。なんとこの鳥越あずり FM はですね、はい、新たな放送局が開局いたしました。素晴らしい。そうなんです。はい、こちらドドン、ドドンドドン終わりあずり FM ということで、はい、名古屋終わりにあります、はい、放送局になります。そう、そりゃそうでしょうね。終わりって言ってるのに違うところだったら困りますからね。終わりにありまして、はい、こちらフランチャイズという形でですね、うん、それぞれ拠点を増やしていく計画がございまして、はい、全国60拠点を目指している中の栄えある第1拠点目となります。なるほど、これはすごい。そうなんですよね。しかもなんかこのアズパンがこうコスプレチェンジしてますねこれ。そうなんです、気づきましたね。しかもさっき言ったあの眉毛のとこ見てもらっていいですかこれ。あら、眉毛一緒なんですよこれまた。確かに、ちょっとまたこうなってるんですよ。こここだわりなんですね。ポイントなんでしょうねこれ、尖ってますねやっぱり。外せないんだなこの眉毛は。 そうでしょうね。そしてね、このアズパンくんのコスプレなんですけど、はい、何のコスプレに見えますかこれ。これは鈴木さんのお父さんじゃないですかね。あ、俺のお父さん、はい、そうそう、こんな感じで、ね、見たことあるんで僕。夏でも冬でも着てるか。着てないか。着てるか。着てないか、さすがに。これ何ですか。違うよこれ、織田信長のコスプレですよ。終わりといえばね、名古屋と終わりといえば、はいはい、織田信長、その歴史的な背景をコスプレさせていただきました、はいはい、なるほどなるほど。めっちゃかっこよくなってる、ね、めっちゃかっこよくなってる。なんかちょっと甲冑があるやがちょっとなんかな、こっちのアズパン本気がなんかちょっとバージョンアップしてもいいなと思うけど、そうですよね、でもまあなんてオリジナルという地域に合ったコスプレをしていくってことですね。そうそうそう、そうなんですよ。この全国60拠点、はいはいはい、それぞれのこのコスプレをしていくっていうのもまあ一つの楽しみ方でもあるのかなと思います。あと眉毛にも注目ですからね。眉毛にもそうですね。ここはもうこれ見た方しかは気づけない眉毛ポイントありますから。そう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 、これはもう乞うご期待ですよこれ。いずれですね、はい、こうなんていうんですか、アズパンくんが全国60拠点、はいはい、60アズパンいる中で、はいはい、大運動会とかできたらもうめちゃめちゃ面白そうかななんていう。マスコットキャラクターの着ぐるみ着たアズパン、はいはいはい、いろいろなコスプレしたアズパンが徒競走とか、はい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 、いいですね。借り物競争とか、その中の一人ですもんね。その中のアズパンくんのコスプレですよね。鈴木バージョンが出るかもしれない、ね、そうだね。僕自身のコスプレをしたアズパンくんもどこかのそのキャッテンに、さあ次に行きましょうか。じゃあそんな形でですね、そうですね、12月12日から終わりあずり FM が開局しておりますので、はい、こちらも皆さん終わりあずり FM とネットで調べていただきますと大体一番上に出てきますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。さあさあさあ、そろそろこんな形で本題にそろそろ行こうかなと思っております。はい、こちらの番組はですね、先ほども述べた通りオンラインショップの説明となっておりますので、はいはい、超最新のグッズをこちらで紹介したいと思います。まずですね、オンラインショップから見てみましょうか。はい、はい、こちらの
オンラインショップですね、はい、ホームページ鳥越あずり FM とネットで調べていただきますと、まずホームページが出てきまして、はい、そちらにオンラインストアというクリックボタン押せるところがありますので、はい、そちらを開いていただくとこちらのページが出てきます。はい、下の方にずるずるずるっとちょっと行きますと、まあ、何やら何やらいろいろ書いてますね。いろいろとこうあるんですけど、はいはいはい、どれから紹介していきましょうかね。じゃあまあ早速シールからってどうですかね。あ、ではではでは、はいはい、上の方に行ってもらったか。何度こちらアズパンシールセットということでですね、はい、先ほども紹介していただいた終わりのアズパンちゃんもなんとシールになって販売が開始されました、はい、いやそんなダンディーな感じで紹介する。え、違うんですか。ダンディーがコンセプトじゃないですか、この番組。だいぶ顔爽やかよ。あ、爽やかなんですけど、うん、声はっていう尖ってるんで僕自身が。そういう尖り方、はい、すいませんで、ね、どう思いますこの商品について。アズパンシールはですね、マネせんでいいなと。マネせんで、ね、あ、マネしなくて2人ともやったらもうぐちゃぐちゃぐちゃになるか、うん、ごめんごめんごめん、ダメダメダメ、ごめんなさい。ちょっとここでね、はい、アズパンシールというものがまずここで販売をしておりまして、はい、それの終わりあずり FM バージョンも発売されました。いいですね。こちら2つセットとなっておりまして、それぞれ1枚ずつとなっております。はい、こちらですね、実際にここ目の前にございましてね、こちらですね。はい、こちら。あれ、鈴木さんでかいですね。あ、ちょっとこれがちっちゃい、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 だいぶ距離俺後ろにいるから。あ、そうかそうか、そういうことか。そしてですね、はい、こちらが終わりあずり FM のいいですね、バージョンとなります、はいはいはい、だいたいこの人差し指ぐらいでしょうかね、うんうん、大きさですので、スマホとかの後ろに貼ったり、よく MacBook とかにも貼ってらっしゃいますもんね。あー、 Mac の後ろとかいいですね。そうそうそう、でパソコンとかいろいろな場所に貼れるグッズとなっておりまして、はい、まあ可愛いですよね。可愛い、うん、あ、俺のこと違うか、こっちか、俺のことね、こっちこっちね、こっちが可愛いんですよ、だいぶ、はい、めちゃくちゃ可愛いですね。なんでスマホの裏とか貼れそう。スマホの裏とかね、いいですよね。だからこのどんどん増えていくアズパンくんのコスプレをもう初期から揃えていくっていうのも一つのこう楽しみ方あるのかなと。60でしたっけ最終目標。60目標、60キャラ、60キャラ、ポケモンっすやん、もうそれは。最近流行ってるからね、流行ってますポケモンがね、はい、まあでもそんな形でですね、このグッズありまして、はい、とてもおすすめの商品となっております、はい、ぜひぜひ皆さんオンラインショップ見てみてください、はい、300円となっております。安いですね、かなりかなり安いです、かなり安い、かなり安い。ガチャガチャだって今500円ぐらいしますから、もう全然お得ですよこれは、ね、さあそんな形で、はい、以上アズパンシールのセットのご紹介でした。はい、はい、次はですね、次はやっぱこの時期はね、はい、アルコールスプレーとかねちょっと気になっちゃうんですよ。まあまだ欠かせない、ね、そんないい商品あるわけないもんな、ないよな、放送局で絶対ないもん、そんな都合のいい商品が。待って、アズパンアルコール消毒スプレー、すごい、この曲尖ってるわ。シールの後はスプレー出ちゃうからね。スプレー、これは便利ですよ皆さん。ちょっと目の前にもあるんですけど、はいはいはい、これぐらいのまた人差し指サイズでして、人差し指好きなんですよ実は人差し指サイズ結構使うかもしれない、はいはいはい、なるほどなるほど、人差し指のサイズの大きさでして、はいはいはい、こう女性なんかでも小さいバッグ確かにとかでも入りますし、なんで女の人ってあんなちっちゃいバッグ持つんでしょうね。ちっちゃければちっちゃいほどいいんだから、あれはそれを競ってるだけだから、それぐらいだからもう本当に、はい、ちょうどいいですねこれ。ただね、その男性もね今流行ってるのがこうちっちゃいバッグ、はいはいはい、レザーとかのバッグで、うんうんうん、まあ入れても全然このスポット入る縦型のサイズ大きさでして、うんうんうん、で何よりこれ一番いいのがベタつかないんですよ。え、本当ですか。うん、ちょっとやってみてもらっていいですかそれ。いやこれね、なんか前のすごいのよこれ、前の放送でも結構感動してましたよね。そうそうそう、はいはいはい、これちょっと、これちょっとじゃあ、はい、アルコールスプレー一旦試させていただきます、はい、試してください。気持ちいい、気持ちいい、いやこれ気持ちいいんですか。気持ちいい、それはすごい。
アルコールスプレーで気持ちいいって言わせるって、これ相当すごいですよ。いや相当すごいね。美容液かもしれないですもんね、もはや。もうそれは違うかな。あ、違うか。あ、違うか。これは本当にアルコールスプレーでして、いろいろなところに持ち運べて、まだまだ欠かせない商品。スマホの画面とかにもさってやりたいですもんね。確かにね、意外とこう、この冬の時期になってくるとハンドクリームとか塗る方もいらっしゃると思うんですけど、そのやっぱベタついたりね、そうした時にもこれも使っていただいて綺麗にもできますし。ってことはこれスマホももしかしたら気持ちいいって出てる可能性あるってことですか。気持ちいい。さあ次に行きましょうか。さあ次に行きましょうか。さあ次に行きましょう。次はですね、ちなみにこちらはおいくらでしょうかね。アズパンのアルコールスプレーは330円って言ってますね。330円、税込みとなっております。これもまた安いですよね。これも安いですね。なんだったらこうこの箱だけでも再利用していただいて、ご自身で詰め替えて使用していただくこともできますので、ぜひぜひ皆さん買ってみてください。お願いします。さあそれでは次何を紹介しましょうか。さっきですね、はい、マスクがうんたらかんたら言ってませんでしたっけ。ああ言ってましたね。はい、やっぱりですね、コロナ禍ということでスプレー続き、はい、アズパンマスクの紹介をしていきたいと思います。アズパンマスク、はい、さあ、ね、こちら出ました。はいはいはい、これどうですか、さっき使ってみて。このマスクなんていうんですかね、はい、今不織布のマスクとか結構世の中流通してますけど、そうですね、やっぱり不織布のマスクっていうのはこう何回も何回も買わなくちゃいけないんですよ。あれめんどくさいんですよね。60枚入りとかで売ってたりするんですけど、そうそうそう、割と高いですし、こう耳とかもやっぱり痛くなるんですよ、うん、気づいたらなくなってますからね。気づいたらなくなってるからね。そう、毎日勝手にこうあれだ減ってるみたいになっちゃうからね、うんうんうん、そういう時にこういうね布でできたマスクがあるともう洗濯するだけですからね。そうなんです、めちゃくちゃ便利です。こちらこれアズーリのスタッフ全員持ってますからね。アズーリスタッフはいもう全員つけてますよ、うん、すんごいつけてる。すんごい、何回つけたかわからんすもんね。もう毎日つけてますから。でも毎日使っても耳元がよれないのすごいと思いません？そうなんですよ、全然これなんていうんですか、これね、残り10年は使えますよ、全然。10年使ったら多分白になってます。白になってる。白になってる。洗いすぎだね、それは完全に。洗いすぎてるってことですね。うん、そもそもですね、僕たちスタッフはですね、自分たちで持ってきたマスクの上につけたりとか、うんうん、こういろいろとこう二重なマスクとかしてますので、うんうん、汚れにくいってのはもちろんあるんですけど、そういった形で工夫をしていただければ全然いくらでも使える商品でございます。これいいですね。そしてですね、こちらなんといっても一番目立つのが色じゃないですか。確かにこれね、外でつけるのちょっと勇気いるかなと思うんですけど、うん、可愛いんですよね。そうなんですよ、よく見てもらったらアスパンちゃんいるんですよ。はい、え何これってなって、そうそう、でもっとよく見たら眉毛まで見れますからね。まあだいぶちっちゃいけどね、でも結構目立ちます。目立ちます。これこのなぜマスクが青いのか知ってますか。アズーリってことはイタリア語で青ってことじゃないよな。知ってる知ってる。あそうだよ、知ってるわ。そうやったんや、そうやって、すごい知ってるじゃん。間違えたと思ったら合ってたんですね。そうなんですよ、実はそういうことか。このアズーリっていうのはですね、はいはいはい、イタリア語で青という意味を持ってまして、その青をコンセプトに、鳥小屋アズーリ FM 自体が色カラー決まっておりまして、うん、それにちなんでこちらのマスクもブルー青という形で販売をさせていただいております。至るところに青がありますからね。青しかないです ね、 ですね、もはや。なんで僕だけピンクなんですかねこれは。ちょっとはみられてるかもしれないですね。そうだね、尖ってるっていう意味ではピンク、はい、でも似合ってるねピンクね。本当ですか、うん、似合ってますね青。あ本当青、ありがとう。誰が見たいのこれ。これ誰が見たいの。はい、そんな形で価格ちょっと見てみましょうか。はいはい、アズパンマスク880円、こちら税込みとなっております。これもですずっと使い続けたらもうその日で割ってったもん1円とかになるかもしれない。すごいですよ、だって僕360、はい、1年以上も使ってますけど、はいはい、単純にまあ300、400ぐらいで割ったとしてもかなりお安い。1日もう1日2円、2円とかで、それはすごいですよ。すごいですよ。あのスタッフはまだ3円とか4円とか、まだ3円とか4円の3円4円スタッフですね、はいはい、なるほどね、うん、僕のクラスになると2円スタッフになれるんで、すごいな、はい、目指そう、まあ、そういう形で皆さんも何円、はい、何々という形でそうです、ね、このマスク使ってみてください、はい、使ってみましょう。はい、絶対そんな使い方しないですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、こんな形でバン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 最近の最新のアズパングッズ紹介していきます。結構増えてきてるんですよね。これはまだ前回もあった、ね、あそうなんですよ、
はい、実はここまでの商品は前回も紹介をいっぱいしておりまして、はい、まあご存知の方は知ってますよというそうですよねだと思うんですけど、はい、続いて何を紹介していきますか。とりあえずじゃあ前回あったやつは全部紹介しましょうか。そうしましょうか。では次トートバッグなんかいっちゃいましょうか。トートバッグ、はい、トートバッグがですねこちら単品では販売を今しておらずですね、はい、先ほどのマスクと一緒にってことですか。マスクと一緒にお得なセットというものがございまして、はい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 、さあこちらです。2022年 T シャツ付きアズドリームセットとなっております。アズドリームセット、アズドリームセットです、ね、これは夢がありそうやな。危なかったですね今、うん、すごい噛みそうになりました、ね、はい、AZ ではないんですね。 AZ ではないですね。なるほど、アズドリームセットですね。アズドリームセットなんやこれ。ちょっと今決めちゃいましたけど、はい、初見では無理ですね、はい、これはねさあそんな形で何が入ってるかと言いますと、先ほど紹介させていただきましたアズパンシール、はい、そしてアズパンスプレー、はい、アズパンマスクがトートバッグに入ってお届けさせていただきます、はい、プラスこの後紹介する T シャツも入っております。なるほど、その T シャツについてはね後ほど、今年のこともあるんで、もう後ほどということで、はい、ちょっとだけ待ってほしいですね。ほんまちょっとでいいね、はい、あと5分ぐらいぐらい待ってもらえば全然、ね、はい。このトートバッグいいですね。最近結構学生の方とかもトートバッグへ ね、 そうですね、投稿したりするって、わりかしこう洋服とかに鈴木さんが言ってたような気がする。合わせやすいね、うんうん、色も白で確かに何かとこう便利なトートバッグでして、うん、A4 サイズのものが入っていますので、 A4 サイズのものが入ってる A4 サイズですよね。 A4 サイズが入るんですよ。そうですよね。 A4 サイズってはいはい、はい、よく聞くと A4 サイズなんでその A4 の紙とか入らなかったりするんですけど、うん、A4 サイズが入るトートバッグとなっておりますので、いいですね、A4 サイズちょい大きいぐらいな感じですね。ちょい大きいね、ちょい大きい、はいはいはい、ただ A4 サイズも入りますという。いいですねこれ。なかなかこのサイズのバッグってあんまないんですよ、ね、確かにトートバッグで結構大きめに作られてる感じしません？そうなんですよ、大きめに作られたり、まあ、もう小さく小さくっていうのもありますから、そこのちょうど間に行ったってことですね。そうなんですよ、ここ隙間産業であざといですね。あざといですね、尖りあざとい感じが起きますのでいい言葉が出ましたね。さあそんな形で、はい、トートバッグこちらドリームセットが5500円、はい、税込みとなっております。はい、5000円ですね、はい、で T シャツなんですけどちょっと後ほどまた紹介させていただくんですが、はい、サイズ3種類ございまして、それぞれ、ご覧いただいた形でおすすめしておりますので、こちらもチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。では次はですね、次は僕の目の前にあるこの書籍、ちょっと気になりますね。さあそうですね、はい、書籍ですね、はい、これはですね何ですか。こちらよくぞ聞いていただきました、はい、それは聞きますよ目の前にあるから。こちらですね、まずはホームページちょっと見てみましょうか。はい、はい、こちら書籍続経典愛人と仲間たち。ほうほうほう、ちょっとなんか難しそうな感じが並んでますね。一見こう難しそうな雰囲気には見えるんですけど、実はこちら、はいはい、鳥越あずり FM の代表高橋秀樹が書籍とし参加したんですね。なるほど、執筆に参加されました。これはあれですか、高橋代表のことが書いてるってことですか。こちらはですね、何が書いてあるかって要約させていただきますと、はいはい、この高橋秀樹が鳥越あずり FM を作る、立ち上げするときにどんな思いで立ち上げたか、どんな経緯で立ち上げたかなどのこのルーツというものが書かれております。なるほど、起源が知れるってことですね。そうなんですよ、この我々を作り上げた高橋代表は一体何を考え、何を思ってこの曲を立ち上げたのかという。なるほど、日本一尖った放送局、どんな思いで作られていってるのか、うん、まあ今もどん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 新しい拠点など増えていってるんですけど、はい、そういった形で元々のこのルーツっていうのが分かる書籍となっております。これは1100円ですか。こちらですね、はい、値段がなんと、はい、限定価格で1100円でお届けさせていただきます。2月14ってことはバレンタイン。そうなんですよ。なるほどなるほど。こちらですね、はい、価格1100円税込みなんですけど、はい、限定価格としまして、はい、2023年2月14日までの限定価格でお届けさせていただいております、はい、なぜこの限定価格2月14日という中途半端な時間なのか。バレンタインでガチ勢やからじゃないですかこれは。いや違いますね。あ違うんや。違います。違うんや。こちらですね、はい、まあ高橋代表がですね、はい、新天地
にやっぱり行かれるんですね。もう超多忙ですからね。はい、いろいろな地域に行かれて、いろいろなところでいろいろな活動をしておりますので、実はこちらの本にですね、はい、サインを高橋秀樹がですね します。サインいただけるの、はい、社長のサインはめちゃくちゃレアじゃないですか。そうなんですよ。ということもあって、うん、なかなかなんていうんですか、社長をキープできませんので、なるほどなるほど、一応限定という形で2月14日という形で、2月14日までならギリギリ間に合うと、ね、ギリギリ間に合うという、なるほどなるほど、これはもう急がなくちゃいけないと思います。そうなんですよね、はい、でなんで2月14日なのかという、はい、2月末まででいいんじゃないかと。確かに。なんか、バレンタインデー関係ない、え、なんでってなりますよね。はい、実は、はい、高橋代表はですね、ちょっと、身支度にですね、かなり時間を要するおしゃれさんでしてですね。なるほど、確かにおしゃれですよね。はい、ものすごくおしゃれなんですよ。うんうん、原色バリ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 。高橋代表でしか着こなせない色ですね。着こなせない色なんですよ。はい、その色が高橋代表のためにあるみたいなものですから、もはや、あ、もう逆なんです、ね、逆なんです、色がその人のためにあると、ね、色が合わせにいっちゃってるんですよね。すごいっすね、まあ、というぐらいですね、ちょっと多忙で、はい、こだわりもありますので、はい、なかなかこうお時間を作れないためですね、はい、2月14日、まあ、理由も尖ってますね。理由も尖ってますよ、はいはい、関係ないですから、もう 2月14日って言ったら皆さん、はい、2月14日までの限定価格ですので、そうです、そうなんです。そして先ほど言ったこちらサインなんですけど、はい、皆さんのお名前なんかも入れさせていただきますので、両平鈴木って入れてくれると思います。あ、フルネームはちょっとごめんなさい、フルネームはダメなんですね。ダメなんだ、はい、鈴木とか両平とか名前もしくは名字、両ちゃんとか、ね、あ、両ちゃんでも、平たんとか、はい、そうなんですよね。あ、でも名前だけですかね。、はい、すいません。そしたらもうなんかこう何でもありになっちゃうからね。田中兄弟とか、はいはい、複数形でもいいみたいな形で。確かに確かに。それちょっとごめんなさい。はい、なので、はい、名前か名字という形でご案内させていただいておりますので、はい、ご注文の際に、はい、注文欄にご記入いただけますと、ご記入させていただきますので、よろしくお願いいたします。こちらあれですよね。うちの鳥越あずれ FM の番組を持ってくださってる奥宮直達さん。はい。こちら直達さんの書籍に高橋秀樹も参加させていただいたという形の書籍でございます。さあ、そんな形で、はい、こちら以上書籍のご紹介でした。はい、じゃあ去年まであったものは次でラストですかね。はい、そうですね、 T シャツの方に、 T シャツいよいよ来ました。 T シャツ、はい、まずこっちですかね。はい、右側の方に、こちら右側にあります、はい、T シャツ、 T シャツですね。こちらがですね、はい、去年の、2021年度の開催された鳥越あずりプロレス祭りですね、はいはいはい、プロレス祭りの T シャツとなります。1周年忘れないバーゲン、はい、すごい名前ですね。すごい名前ですね。はい、1周年忘れないバーゲン、バーゲン価格ってことですか。バーゲン価格ですね、こちらも。こちらは特に限定価格ではないんですけど、今後もこの1800円で、はいはいはい、お届けさせていただいております。このサイズも全部統一でって感じですかね。はい、こちらですね、サイズございまして、M、L、XXL、XXL だけちょっと今在庫がない状態でして、XL は飛ばしちゃうんですね。はい、XXL で 2L ということでですね。すごいな。はい、お届けさせていただいております。はい。まあ基本的にはもう男性が L、女性が M ぐらいの大きさの T シャツですので、うんうん、はい。ただですね、こちらの T シャツかなり在庫が減ってきております。そうですよね、はいはい、なぜなら去年のものでたくさん売れてしまっているから、どん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 この記念すべき第1回目の T シャツは減っていってます。これ急がないといけないですね、はい、今後も追加で生産する予定は今のところないので、もう今あるものでしか販売はしておりませんので、サイズが途中でなくなってしまったりなんていうこともありますので、皆さん随時買われたい方はお急ぎくださいませ。バズりプロレス祭りから規模がどんどんでかくなりにつれて、どんどんレアになるっすね。そうですよ、もちろんです。これは絶対にね、買いですね。買ってますもんね。あ、僕買ってます。はい、そうです、ね、もう2枚ぐらいありますので。あ、僕3枚ぐらいあると思うんですよ。あ、4枚だったかな俺。あ、6枚ぐらいだったかな。いっていって、この数の争いみたいな。はい、そういうことで、はい、以上、去年まで販売しておりましたグッズのご紹介でした、はい、さあ、それではさあ今年のリニューアルというか、はい、
新商品の追加された商品のご紹介に参りたいと思います。やっと超最新の部分が来たってことですね。そうなんですよね、はい、ここまではもうアズネットタカハです、はいはい、ここからが超最新、超最新、ね、アズネットタカハとなりますので。何が増えたかな、気になって眠れなかったですね昨日。そんなに楽しみだった、伝えたくて。ありがとうございます、はい、それでは早速オンラインショップの方を見ていこうと思います、はい、見ましょう。これは次はですね、やっぱりシャツ紹介したんで、はい、最新のシャツ僕行きたいです、ね、そうですね、はい、T シャツからご紹介させていただきます。あ、ありました、ありますね、こちら、はい、アズーリプロレス祭り 2022T シャツということで、価格は4400円、税込みとなっております。あれ、やっぱデザインもちょっとプロレス祭り仕様が、デザイン実はですね、宣伝されてますよね、はい、プロレス祭り仕様、今年のプロレス祭りの仕様でなっておりまして、各団体さんのロゴですね、はいはいはい、団体ロゴが背中に書かれているプリントとなっております。しかも表も祭りって書いてプロレスですから、これ結構かっこいいですよね。そうなんですよね、普段着のなんかインナーとかとして着てもいいですし、うんうん、僕ら今実際にこう着てるんですけど、はいはいはい、こんな形でですね、僕が後ろのバックプリント、うん、そして岡本くんが前ですね、祭りプロレスって書いてますよ。めちゃめちゃこれかっこいいですね。しかもこの団体のロゴがこんだけ入ってるシャツはこの T シャツだけなんです、ね、ないんですよ。大体皆さん各団体一つのロゴで販売されてるので、うんうんうん、そうですね、同じ T シャツの中にこんだけロゴがねたくさんあるのはこの曲だけですからね。そうなんですよ、皆さん番組持たれてまして、そういった形でご協力いただいて成り立ってるこの T シャツ、はい、ありがたいです、ね、めちゃめちゃレアです。もうプロレスファンもプロレス初心者の方も見て面白いですかね、はい、割とこう素の部分が皆さん放送内で見られるので、はい、プロレスの対戦カードももちろん発表とかあるんですけど、選手のね個人的な話だったり聞けるん で、 そうです、ね、放送ぜひ見てほしいですね。放送見たらもっともっとこのプロレス祭り楽しみになってくるんですよ。そうなのよ、そう、僕らよく担当してるんですけど、かなり面白かったですね、うん、そういったバックグラウンドといいますか、選手それぞれの姿を見てからのプロレス祭り、こうプロレス祭りに限らずですね、うんうん、皆さん普段の大会もねちょっと気になり始めましたもんね。あ、そうそうそう、そこまで最初プロレスっていうものは知っていましたけど興味はなかったんですね、うんうん、ただこの局で働き始めていろんなプロレスラーの方と接しまして担当しまして、と皆さん優しいですからね。そう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 、はい、すごいですね、本当に本当にかっこいい。ぜひ皆さん、はい、こちらのプロレス祭り2022年バージョンですね、こちらまだ数在庫ございまして、はい、サイズがですね ML、XL という形でご案内させていただいております、はいはい、XL がですねかなり大きめなサイズとなっておりまして、はい、まあ、大きい体が大きい男性とかでしたらちょうど良いのかなと思います、うん、まあ、鈴木さんとちょっとちっちゃいんで、あ、まあそうだね、はい、ちょっと大きいかなって、僕身長180センチの体重75ぐらいでちょっと大きいかなと感じるのがめっちゃ言うやんですね。詳細めっちゃ言うっすね。え、あった方がいいかなって。あった方がいいかなって。はいはいはい。別に秘密にもしてないので、はい。さすがオープンですね。そんな形でですね、はい、大きさ基準にしていただければなと思います。はい。こちらもですね、随時販売はしておりますので、在庫なくならないうちにチェックしてみてください。はい。はい、ありがとうございます。さあプロレス祭り続きで、はい、いっちゃいますか。では今年のプロレス祭り関連のグッズをご紹介したいと思います。はい、ではオンラインショップお願いいたします。さあドドンとこう出てきました、一番上、はい、右から2つ目ですね、こちらがなんとアズーリプロレス祭り2022公式ブルーレイということで、これはすごいですね。はい、前回は DVD だけだったんですかね。そうなんですよ、前回は DVD だけの販売でして、はい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 、今回はブルーレイの方も販売させていただこうと思ってこちらお出しさせていただきました。これ姫祭りと男祭りは別々ということですね。そうなんですね、こちら姫祭りが4400円、はい、男祭りが4400円、2つ一緒に買うと8800円になります。なるほど、なるほど。でこちらはですね随時受注生産という形でお問い合わせが来たら、なるほどなるほど、商品を、まあ、
生産してお届けさせていただきますので、発送にちょっとお時間がかかってしまいますので、はい、あらかじめご了承くださいと。これはでもどうでした？僕ちょっと放送の方があって見れてなかったんですけど、はい、どうですか？このプロレス祭りはね、はい、今回はもう激アツでしたね。激アツなんですね。激アツでしたね。そうなんですね。僕は姫も男祭りもどちらもちょっとこう現地でお手伝いさせていただいたんですけど、はいはいはい、まあやっぱ現地での迫力もすごいんですけど、はい、こう見返してみて、はい、うわこれあったわとか、ちょっと懐かしい気持ちね、うわこの試合は、あそうそうそう、あこうそう、それでこれだみたいな。はいはいはい。しかもあれですよね、姫祭りの方はタイトルマッチもあったとか。そうなんですよ、ベルトをかけたね、はいはい、この試合とかもありまして、うん、かなりこう白熱した試合の数々がここに収録されてます。しかもあれですよね、このアズリプロレス祭りならではの対戦カードしかないってことですもんね。そうなんですよ、こう夢の対戦カードがここで実現されているという内容となっております。これはプロレス好き必見の商品じゃないですか。そうなんですよ、はい、一度現地で行かれた方とか、去年のは行ったけど今年のは行ってないよっていう方にはもう必見ですね。ええって、ええって素晴らしいですね。そうなんですよ、何回見ても面白いですし、はい、やっぱりこう貯めていきたいですね。そうですね、思い出じゃないですけど、はい、2021年からねこうどん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 大きい大会になっていくと思うんで、しかもこれブルーレイってことはもちろん DVD もあるんですかね。はい、実は DVD もありまして、はい、それがお隣ですね、一番右側のアイコンになりまして、こちらが3300円税込みとなっております。これも先ほどと一緒で男祭り姫祭り別々で受注生産なんですね。はい、はい、そしてなんとですね、はい、この DVD とブルーレイ限定のインタビュー動画もついております。インタビュー動画、はいはい、これはどういうことですか？1試合1試合、はい、試合が行われて試合が終わった直後にですね、選手にインタビューをしてます。その試合の振り返りじゃないですけど、はい、実際に選手の生の声が聞けちゃうってことですか？どうでしたか選手は、どうだったか、どうだったか、いろいろちょっとここでは言えないんですけど、はいはい、インタビューをちょっとさせていただいておりますので、すごいですね、これ鈴木さんも出てる？僕は出ていないですね、はい。インタビューもしていないので、ちょっと前、ね、内容まではちょっと全く関係ない人ですね。全く関係ないと言わないで、ちょっと寂しいから、はい、全く関係ない人が紹介してます。そうですそうです。はい、でもそんな形でですね、このインタビュー動画のおまけもついております。このなかなか秘蔵映像、あ、この大会に関する動画が実はちょっとだけお見せしちゃおうかなと。ちょっとだけ本当にちょっとだけですよ皆さん、5秒だけですよね。ちょっとだけ、はい、5秒だけ見せます。アズリプロレス祭りスタート。はい、ここまでですね。これは最初に映ったの誰ですか？局長ですね。局長ですか？はい、小町局長となったのは最初に映ったのは声がいいですね。声がいいですね、はい、スタート始まる感じがしましたね、はいはい、まあちょっと今お見せした一部になるんですけど、はい、ああいった形でですね、各選手試合後にインタビューをさせていただいております。はい、とっても貴重な映像が詰まっておりますので、ぜひぜひこちらブルーレイ DVD お好きな方をお買い求めください。お願いします。いや、プロレス祭りだけでこんなにもこうボリュームがあるんですね。ボリューム満点ですね、はい、プロレス祭りに関しましては。これすごいな。さあ、そしてプロレス祭り関連のグッズはこちらで以上になります、はい、そして先ほどから最初から映っておりますあの左端のこれ、ちょっとこちらびっくりしてるんですよ。こちら気になってる方多いとは思います。これはちょっと何ぞやってなりますね。こちらはですね、はい、井筒監督サイン入りポートレートということですね。あのパッチギとかブライとか、はい、その有名な映画監督井筒監督のサイン入ったポートレートを販売いたします。これはここでしか買えないですね、絶対に。そうなんですよ、井筒監督がですね番組をされてまして、はい、そういった関係上もあって今回ご協力いただいております。なるほど、これは直筆サイン。そうなんです、こちらのポートレートに監督が、直筆でサインをして、さらに先ほどと同じように皆様のお名前、名字またはお名前どちらかを
記入しちゃいますと。良平が入るってことですか。良平が入ることも可能です。これはすごい。何でもこのお名前か名字でしたら大丈夫です。なるほど、すごいですね。なかなかないですよ、はい、この映画監督の例えば、はい、こう試写会とか、うん、確かにありますけど、映画行った時に会えますけど、こう実際にサインをもらえるかもらえないかしたらもらえないですね、基本的には。いや絶対もらえないでしょうね、それ。絶対もらえないんですよ、はい、ただすごいな、もらえちゃうんです。しかもですね、値段びっくりじゃないですか。値段びっくりですよ。もう一回画像大きくしてください。1500円。すごいですよ、税込み1500円。ありえない価格です。ありえないですよ、本来は。ただちょっとこう特別にということで、なるほど、1500円でお届けさせていただいております。これいつまであるか分かんないですからね。もう今、そうですね、今買っていただかないと。監督お忙しくなってしまったら、もしかしたらちょっともうごめんなさいという形になるかもしれません、はい、そういった場合もありますので、もう皆さん、ね、はい、気になる方は、うん、とりあえず買っとくか、そうですね、でキープしていたらいつか貴重なサインになるかもしれません。そうですよね、うん、だってもうすぐ終わっちゃう可能性ももしかしたらあるかもしれない、ね、ありますよ。販売自体が止まってしまう可能性もありますので、映画館とかいつこう忙しくなるか分かんないですから。そうですね、こちらもぜひぜひ目玉商品となっておりますので、はい、皆さん、はい、ぜひお買い求めください。お願いします。ありがとうございます、はい、さあ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 、こちらが以上が超最新アズネット高波ということで、はいはい、追加の商品のご紹介をさせていただきました、はい、そしてですね、なんと、はい、もう一個だけご紹介させていただきたいと思います。もう一度オンラインページの方をご覧ください。これはですね、ビッグニュースですね。またこれはまあビッグニュースですね。これ一応ビッグニュースですよね。はい、ビッグニュース、はい、こちらですね、密かに販売しておりまして、はい、下の方にズルズルズルと言っていただきますと、はい、皆さん最後まで下の方までチェックしてくれてますかね。いや、どうでしょうね。こちらです。おっと、ただアズパンが映ってるだけに見えましたね、こちら、はい、そうなんです。実は鳥越アズリ FM お試し冠番組出演券というものを販売しております。これはすごい。これってつまりあれですか、なんぞやと特番できちゃう的な感じですか。はい、まさしくそうでして、はいはいはい、こちらですね、まあ鳥越あずり FM は生放送を主軸とする放送、50分間の生放送を行っている放送局でして、はい、まあ、この番組もあと7分ぐらいで終わってしまうんですけど、はい、生放送を体験できますよというような内容ですね、ざっくり言いますと。実際に生放送やってみないとどんな感じなのか分かんないですからね。そうなんですよ、番組枠をご購入ご検討されている方にはぴったりですね、うん、あとはですね、自分の活動を宣伝したいでしたり、あとは今番組持たれてる方でスナックの方とかもいらっしゃいまして、いつも常連さんとスナックで楽しいここで飲みながらお話ししてる内容を皆さんにお届けするということもできるんですよ。確かにスナックでちょっと入ってみるまで分かんないけど、そうなんですよね、ここで放送することによってそのお店の雰囲気も伝わるってことですか。はい、そういった宣伝という効果もありますし、うん、何よりその自分たちの楽しいを共有できるっていうのが一番楽しいと思うんですよね。発信できちゃうのがすごいですよね、はい、これあとはですね、こうやっぱ常連さんとかと話して常連さん連れてきましたっていうこともできますし、確かに面白い常連さんやったら紹介したくなります、ね、そうなんですよ、はい、それをまた常連さんに話したら、いや俺も出たいなんていう形でどん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 友達の輪が広がっていったり、楽しい毎日が送れるんじゃないでしょうか。確かにこの番組内でも違う番組の MC 方同士でこう番組ゲストとして出会ったりとか、そうですね、するんで、そういったつながりも持てますし、うん、この日本一尖った放送局と歌っておりますので、さまざまな番組を持たれている MC の方がいらっしゃいますので、はい、普段は会えないような業界の方、うんうんうん、そういった方たちにも会えるチャンスも転がってます。しかもこの放送中にね、なんかインスタライブだとか TikTok ライブだとか全然 OK なんで、そうなんですよ、好きにこれ活用していってほしいですね。基本的にはもうここのスタジオでは何をしても大丈夫でございます。お酒を飲んでも大丈夫ですし、大丈夫、何か食べてもいいですし、はい、大丈夫、お寿司握ってもいいですし、はい、大丈夫、何してもいいんです。鈴木さんをいじっても大丈夫ってことですね。いじってもいいです。ああ、鈴木さんに出てもらうことも、出てもらうことはちょっと勤務外でしたらご相談ください。おー、いいですね。
勤務上ちょっとね、出ることができませんので、はいはい、ただ、まあ、そういった形でですね、ご自身のあこういうのいいなっていうものが実現できるものでございます、はい、そしてですね、何よりこういまいち生放送って言われてもピンとこないなっていう方もいると思うんですよ、うん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 、そのどういったことができてどういったものを出せばいいのかと、うんうん、まあ、まさしく今ここ出ております、こういった形で画像とか、うん、ホームページとか動画とかそういったものをこう紹介しながら実際に、見ることもできますし、うんうんうん、なんかこう思い出の写真とか、確かに過去を振り返る番組とかね、はい、ご自身のお写真を持ってきていただければもう全部流せますからね、はい、そういった形でですね、こう何か届けたいもの、共有したいものがここで発信できるという、もう私は全力サポートしますからね。そうなんですね、できる範囲のことであればもう、困ったことがありましたらもう私たち問い合わせいただければ、はい、できる限り最高な状態で対応させていただきますので、はい、さすがかっこいいこと言うな、やっぱグランドリーダー違うなすげえわ、はい、そんな形でですね、はい、もう一回本オンラインショップ見てみましょうか。お値段びっくりですよね、これ。お値段がですね、16,500円、こちら税込みとなっております。しかもこれね、YouTube のアーカイブに公開されるということですよね。はい、 YouTube なんてもう一生残っていくものですから ね、 そうですね、何回でも見れますし、うん、こう行った先でですね、こうおすすめ YouTube も見せちゃってもいいですし、うんうん、冠番組持ってるんだとか、こう持ったんだとかいう形で、うんうんうん、自慢もできますからね、うん、ただそういった冠番組持つ前に一回お試しで鳥越あずうり FM どんなもんじゃいということで、うんうん、こちら一回ポッキリになってしまうんですけど、お試しいかがでしょうかというおすすめでございます、はい、体験できたらいいですよね。そうですね、こう番組を持たれてる方でですね、このサッカーの子供たちをここに招いて、はい、子供たちにいろんな体験をさせたいという思いをもと番組を持たれてる方もいらっしゃいまして、あ、大好きですね、そういった何か誰かのためにというプレゼントなんかにもいいんじゃないかなと僕は思っております。いいですね、それなかなかないプレゼントだと思うんですよ、はい、こうやっぱ物とか、まあディズニーランドに行くとかそういった体験とかはプレゼントとしてチケットあげるってあると思うんですけど、冠番組も持つ特番できるっていうプレゼントってなかなかないですよ、ね、聞いたことないですね。ないんですよ、はい、これなかなか貴重なプレゼントで、もらった方もどういうことってまずなると思うんですよ。ボケてちょっとびっくりしちゃうかもしれないですけど、ね、一緒に出るみたいな、そういった楽しいこともできるんですよ。逆にそれぐらい軽い気持ちで来てくれた方がいいかもしれないですよね、はい、ぶっちゃけもうフリートークとかでも全然大丈夫なんです、うんうん、身内ネタ話す番組でも全然大丈夫ですからね。あ、そうなんです、むしろもう身内ネタオンリーなんですよね、うんうん、もはやそうなんですよ、それがいいですよね、はい、誰かに届けたいというよりかも自分が楽しいことを表現したいとか、うん、そういった方大歓迎でございますので、はい、そんな形で、はい、こちらの出演券という形で16,500円販売させていただいております。逆に皆さんおすすめしていただければ幸いでございます。お願いします。さあ、そんな形でですね、もう残り時間もわずかとなってきました、はい、いい時間ですね。喋りまくりましたね。いや、もうすごいですわ。すごいね、さすが MC やわ。僕聞いてるだけ聞いてるだけでしたからね。じゃあもう最後残り1分となりましたんで、はい、何かしらどうぞ。え、行くむじゃこれでもオンラインショップで見てもらったら何かこう気になるものあると思うんですよね、はい、井筒監督のサインなんで 僕が買いたいぐらいですからね、正直。そうね、はい、もらえないですから。そうなんですよ。でもあと冠番組 の、 あの特番のやつですかね、うんうん、あれちょっと買ってほしいです。みんなにお会いしたいですね。どんな方が来るのかちょっと僕らも楽しみなんで、うんうんうん、大概僕らあのいますので。そうですね、あの高派で見た人ですよねっていう感じで言ってもらえば、うん、ありがとうございます。あ、すいません、精一杯ありがとうございます、はい、盛り上げさせていただきますので、はい、逆に鈴木さんは何かありますか。僕はですね、はい、あのまあ冠番組持ちたいよっていう方、はい、特番あ一回やってみようかなってこう悩んでる方ご安心ください。すぐ目の前にですね、あのガラスありまして、我々スタッフ対面して OK ですとかこうアイコンタクトも取りながら生放送できますので、はい、決してこのスタジオに一人ぽっきりという形ではないので。結構リアクションしてくれますもんね。そうですね、笑ってくれたり笑ってくれたり、さっきもなんかこの辺で何かあった時笑ってたような気がする。なんかこの辺で会った時笑ってましたね。そうなんですね、はい、
まあ、生放送はトラブルというものがつきものですので、それすらも楽しんでいただければとね、はい、そういった尖った放送をしていければなと思います、はい、ではでは、いい時間になりました。はい、最後岡本くん締めちゃってください。では鈴木さん、最後締めちゃってください。ありがとうございます。アゼット高波超最新バージョンでした。またねー、遊び来てねー。ありがとう。